田中邦へは、日本の俳優。岐阜県都紀郡都吉町出身。映画、若大将シリーズで、青大将、テレビドラマ、北の国から、で、黒板五郎を演じ、国民的俳優となった。他にも、網走番外地シリーズ、仁義なき戦いシリーズ、現代人教師、タスマニア物語など、多数の映画やドラマに出演。学校の演技で、 日本アカデミー賞最優秀助演団優勝、小連れ狼その子先手に、の演技で、ブルーリボン賞の助演団優勝受賞、旭日賞受賞受賞、霊卓短期大学英語科卒、短大卒業後、故郷の岐阜で中学の代用教員を10ヶ月間、勤め、国語、英語、体育を教えていた。しかし教育者としての自信がなく、子供を叱れず、 教師を辞めようと思った時に、一旦諦めかけていた役者の道を進もうと決意する。俳優座養成所の受験には、試験官だった女優の東山千恵子から、あなた、またいらしたの、と言われながらも、三度目で合格。三年間の養成所生活を経て、俳優座座員に昇格したが、四十七人中三人という、狭き門の突破だった。第7期生の期には、 伊川久し、津口茂、山本学藤岡重慶、中町優子、水野久美らがいる。1957年、今井忠が監督した映画、純愛物語に初出演した。その悪の強い風貌から、アクション映画で、チンピラや、殺し屋役を演じるが、1961年の、東宝映画、大学の若大将では、 香山雄三を演じる若大将のライバル、青大将役で出演した。若大将への敵外心を燃やすが毎回軽く、いなされるコミカルで、憎めないキャラクターを公演し、若大将シリーズ不動のレギュラーとなる。岡本喜八にも気に入られ、監督別では、最多の11本に出演している。助演が多いが、最後の、近頃なぜかチャールストンは、彼としても数少ない主演作であり、 ヒロイックな役柄でもある。1965年に出演したフジテレビのドラマ若者たちは映画化され、第22回毎日映画コンクール男優主演賞を受賞し、お茶の間にも知られるようになる。同年からスタートしたアバシリ版愛知シリーズで高倉健を演じる主人公を慕う射程をコミカルに演じ、百七十三年から始まった仁義なき戦いシリーズでは、 それまでのイメージを一新する、ずる賢い役座、牧原正吉を演じた。1970年代は、東映の実力映画を中心に強い印象を残した。1973年、井河原と俳優座を退座する。安倍工房と行動を共にした後、フリーとなる。1980年代以降は映画への出演は減るが、1981年からの、 北の国からシリーズでの葛藤を持ちつつも二人の子を温かく見守る父親、黒板五郎役が全国的に知られることになる。1993年、学校にて苦労しながら夜間中学に通う労働者役を演じ、第17回日本アカデミー賞、最優秀女演団優勝を受賞。百八十八年から百九十五年まで出演した大正制役、 大正官方委長役の年末のテレビ CM では、歌って踊るエンターテイナーぶりを披露。コラムニストのナンシー関から絶賛を受け、作家の小林信彦からも高く評価された。2010年公開の映画、最後の中心ぐらい出演、以降俳優としては、表舞台から遠ざかる。2012年6月29日、北の国から、おかっぴきどぶなど多くの作品で共演した。 チ位タケオが死去。8月6日に青山葬儀所で営まれたお別れの会では発起人の一人として名を連ねた。参列者、代表7人によるお礼の言葉では、吉岡秀隆の会添えで最後に祭壇の前に立ち、おいら、まだ信じられない、会いたいよ。チ位に、会いたいよ。と悲痛な思いを、チ位の遺影に語りかけた。この時の姿が、 公の前に立った最後の姿となった。2013年11月19日発売の週刊女性に田中邦恵放棄片手の隠居生活俳優引退を直撃つまみとの記事が掲載され長ゼリフが入らないことを理由に仕事の依頼を断っていることが伝えられた。同日放送された富士テレビの情報番組ノンストップでは妻が 電話取材に答え、体力的に厳しいと思いますと述べ、田中が休業状態であることを明かす一方で、演技をする夢は、夫婦二人でずっと持って生活しています。引退も何も、田中国への人生そのものが役者ですから、と、田中の心情を思い、引退との名言は避けている。2015年、週刊ポストにて施設に入居しリハビリ生活を送っていることが報じられた。 2017年10月時点では、施設から自宅に戻り、元気にはなってきているが、車椅子生活が続き俳優としての復帰に関しては、わからないと、妻が取材に対して答えた。2019年9月にはまた施設に入居したのではないかと、近隣住民から推測されているが、妻は、週刊現代からの取材に断りを入れていた。倉本総は、施設に入っていたと語った。 2021年3月24日午前11時24分、老衰のため死去。去年90を変更し、田中の代表作として知られる、北の国から87初恋を、土曜プレミアムの枠で特別追悼番組として、放送、番組冒頭で追悼テロップを表示した。共演者が、トーク番組や、バラエティ番組に出演すると、その気真面目で、 シャイな性格から来る言動や行動についての数々のエピソードが田中国恵ばなしとして取り上げられることが多い。独特の語り口調や表情はモノマネネタの定番となっており、小坂井和樹が北の国からの黒板五郎や楽屋裏での田中をネタとして取り上げたことでさらに広く知られるようになった。トークショーや講演の依頼があっても、 基本的に断り、鉄子の部屋、スタジオパークからこんにちはなどのトーク番組にも極力出演することを拒んできたが、1998年11月、山形在住のシネマパーソナリティ、荒井幸弘からの強い要請を受け、夫婦で山形県を訪れ、天道市生成で初めてのトークショーを開催する。このトークショーでは荒井が聞き手となり、田中は 観客が歓喜する光景に感動。以来、夫婦ともに、山形の人情、食べ物、温泉、風景を気に入ったこともあり、毎年2から3回は、私的旅行を含めて山形まで足を運び、トークショーに出演して、県内各地の人々と親交を持つ一方で、新井がパーソナリティを務める山形放送、FM 山形のラジオ番組にもたびたび出演、友人の一人となっている。 2007年、荒江をはじめ、県内の仲間7人が企画した田中国映画祭が、米沢市の殿国の森、追玉文化ホールで開催され、代表作品3本の上映とトークショーが行われた。30代から40代にかけて、多数の映画に出演していたため、自分が出演した出演作を映画館のスクリーンで見たことがなく、この時に初めて観客の一人として、 作品を鑑賞している。1988年には、霊卓水波高校で、2009年には、故郷、岐阜県時市の隣にある、水波市と千葉県柏市の霊卓学園で、新井を伴ってトークショーを開催した。2010年6月には、新井と共に、いい旅夢気分に出演。田中にとってこれが、自身初の旅番組出演となった。 1960年代半ばから1980年代初頭まで共演を重ねた高倉健を尊敬している。1985年に共演した映画夜叉では漫才師だったビートタケシが出演していたことから高倉から漫才の稽古をしようと誘われた。身長167センチメートル、血液型 O 型。長女は日本放送協会広報局長の田中。 純子。その個性的な風貌から、いくつかの漫画のキャラクターのモデルになっている。タイは、役名 ABC、足田厚さんら4028人秋の叙君。47ニュース。オリジナルの2013年12月27日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/web/20131227182029/http コロンスラッシュスラッシュ www.47news.jp スラッシュ cn スラッシュ200611スラッシュ c n 二2 0 0 6 1 1 0 30 3 0 1 0 0 0 5 h t m l 2 0一四年七月十六日閲覧 ?abcdefg 田中国江さん略歴昭和五十六年北の国からで黒板五郎役で伝説に デイリースポーツ。オリジナルの2021年4月2日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20210402092528/.https www.daily.co.jp スラッシュゴシップスラッシュ2021スラッシュ04スラッシュ02スラッシュ0014206688と SHTML2021 年4月15日閲覧。ABCDEF 像不流なり。俳優、映画人コラム田中邦越追悼助演から主演まで、どんな作品でもオーラ全開の存在感。シネマズプラス。 https://cinema.ne.jp <Scroll. S 2> スラッシュアーティクルスラッシュディテールスラッシュ463092021年4月15日閲覧スポーツ放置2面田中国恵さん行く88歳老衰でドラマ北の国から映画仁義なき戦いデイリースポーツ2021.44ラスタクセスハット AB スポーツ日本21面 俳優の田中邦恵さん死去、北の国から、で、活躍88歳。産経ニュース。2021年6月2日閲覧。田波康夫、映画が夢を語れた時みんな、若大将だった。クレイジーだった。広見出版部、1997年、20ページ。ISBN4 から877470077。A、AB 田中邦恵さん追悼上映。 アバシリ番外地、人気なき戦い代理戦争23日から、田中国江さんは、仁義なき戦いいや、トラック野郎、北の国から以外にも印象に残る名作が、SNS で上がる。東京中日スポーツ、オリジナルの2021年4月2日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20210402135325/https:www.chunichi.co.jp/article/2296032021 年7月15日閲覧。最強の人気映画、仁義なき戦い頂上決戦。 一番やばいキャラはこの人、高平哲郎、田中邦へインタビュー、ムービーマガジンボリューム131977年8月1日、発行、ムービーマガジン社、38ページ。ナンシー関、だから、年末といえば、田中邦へ、宣伝会議1991年2月号、宣伝会議、コラム集、何様のつもり書集。ナンシー関、コスプレまで披露。 田中国恵久々スパーク CM に大満足。広告批評1996年11月号。マドラ出版。コラム集。何が何だか初週。小林信彦。コラムにご用心エンターテインメント評判期1989から92チクマ処方。1992年。117ページ。ISBN4 から480822976。AB。 田中国恵が、老人ホームから、自宅復帰、妻が明かすリハビリ生活、ニュースポストセブン2017年10月13.20日号、小学館、2018年8月28日閲覧。小さなお別れの会、田中国チーに、会いたいよ。スパニキアネックス、オリジナルの2012年8月11日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/web/20120811052044/http://www.sponichi. ト CO.jp スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ2012スラッシュ08スラッシュ07スラッシュ kiji スラッシュ k20120807003850060 ドット html2014 年7月16日閲覧。田中邦への引退報道、北の国からだけではない実績を思い出す。戦後史の激動。 2014年7月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年7月15日閲覧田中国へ俳優活動は体力的に厳しい13ページデイリースポーツオンラインオリジナルの2013年11月19日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 3 1 1 9 1 1 2 3 5 4 h t t p d a i l y c o j p n e w s f l a s h g o j i スラッシュ2013スラッシュ11スラッシュ19スラッシュ 0006508055.shtml2014 年7月15日閲覧。田中邦へ、俳優活動は、体力的に厳しいに、3ページ。デイリースポーツオンライン、オリジナルの2013年11月19日時点における、アーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 3 1 1 1 9 1 3 4 4 5 6 h t t p d e l h c o j p n e w s f a s 1 g o z i p 2 0 1 3 1 1 1 9 1 p 0 0 0 6 5 0 8 0 5 shtml2014 年7月 15日、閲覧。田中邦へ、俳優活動は、体力的に厳しい3、3ページ。デイリースポーツオンライン、オリジナルの2013年11月19日時点における、アーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 3 1 1 1 9 1 3 4 4 5 8 h t t p d e l h c o j p n e w s f l s h g o j i スラッシュ2013スラッシュ11スラッシュ19スラッシュ 2P0006508055SHTML2014 年7月15日閲覧。田村正和、在津一郎、田中邦へ、あの国民的名優は今もお元気なのか。現代ビジネス。 https://gendai.ismedia.jp:/articles//66958 <と>ページイコールに2019年11月17日閲覧。倉本総さん国さんじゃなければ、北の国からはなかった。産経スポーツ。産経デジタル。3A プリル千二十一 p からに年四月三日閲覧。 俳優、田中邦恵さん死去、88歳老衰のため、北の国からで、父親役を熱演。産経スポーツ、産経デジタル。にエプリル2021、2021年4月3日、閲覧。北の国からで、田中邦恵さん追悼テロップ、謹んでご冥福をお祈りいたします。産経スポーツ、産経デジタル。 3エイプリル2021、2021年4月3日、閲覧。その後1988年に一度だけ出演した。コミミクチコミ、田中国映画祭、7月米沢で、田中さんのトークショーも、朝日 .com、オリジナルの2007年6月10日時点における、アーカイブ。 T t t h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 0 6 1 0 1 3 5 7 0 4 h t t p w w w a s a h i c o m k o m i m i t k y 2 0 0 7 0 6 0 4 0 1 0 9 h t m l 2 0 1 4年7月16日日閲覧田中国映画祭開催。 上杉の城下町、米沢米沢、インフォ、2014年7月16日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2014年7月16日閲覧。そして、田中国映画祭がやってきた。荒井幸広トゥデー。2014年7月16日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2014年7月16日閲覧。映画秘宝ボリューム15号、バカ大賞。 よ泉社、1998年、196ページ。ISBN4 から896913213。89 NHK 広報局長に、田中国恵の長女純子市局長歴任。日刊スポーツコム。日刊スポーツ新聞社。16エ p プリル2020。P1。2021年4月3日閲覧。ワンピース第57巻。134ページ。 アラビア数字で、2。鈴木側文、宮崎康夫、小川進、映画、トラック野郎大前集、日本最後のアナーキープログラムピクチャーの伝説用、泉社、別冊映画秘宝用泉社ムック、2010年、45ページ。ISBN 978から4から862484680。杉作 J 太郎、植地武史編著。 トラックやローロマンアルバム特摩書店2014年23ページ ISBN 978から4から19から86万3792から 7, 7他田中国委員徹子の部屋2021年4月2日閲覧2010年6月23日放送日本いい旅、料味あふれる夏の列島へ特選4コーステレビ 東京2021.44ラスタクセスハットスポーツ放置3面ありがとうございます。